どうもすみません。阪神カップ出走馬1頭ずつについて喋っていこうと思います。ちょっとだけ意味深なんですけれども、まあ今後なるべく面倒くさいことにならないように言っておきたいんですけれども、まあこの YouTube での予想動画結果分析っていうのは6年間以上毎週休まず続けてきたもので、で毎週20時間以上かけてやってます。でそうですね、ほぼすべての JRA の平地重賞についてやっておりますので、もし途切れることがあるとなると大変なことになりますし、これはこの動画はですね、競馬の歴史の中でも重要なものになっていく、そういうふうにしていくっていうふうに思ってやっているものでもありますので、まあ、万が一この動画が消えたりだとか動画が途切れることがあったら、まあ、それは僕は多分関与してないと思います。多分一人や二人、まあそういったようなこの動画の価値だとか僕がやってきたことの価値がわからない人間がいて、まあ勝手におかしなことをやったとしても、やろうとしたとしても、多分 YouTube さんとか、あとはそうですね、デジタル関係の人がですね、ちゃんとした人がいさえすれば、ちゃんとした判断ができる人がいさえすれば、これが消えることはないですし、今後も動画は続くとは思いますので、まあその辺は心配しないでください。まあその辺は、そうですね、真っ当な人間が、おかしなことを止めてくれるっていうふうに信じておきたいと思います。それではまずは馬場、コースレース展開から考えていきます。馬場については、やっぱりうちの方が悪くなってきてますね。で、そういった中でも先行馬が直線向いたところで馬場の真ん中と転んだしたりして、馬群全体が内外にばらけたりだとか、まあその影響で外も頭が膨れたりする可能性もありますし、進路取り、位置取りっていうところも大事になってくるかなっていうふうに思いますね。ただコーナリングの時点で内を通ってた、荒れた内を通ったからといって極端に不利っていうような感じでもないので、先行馬が不利っていうわけでもないですよね。直線に関してはやっぱり内に行っちゃいけないっていうような印象はあるので、まあ道中に関してはそうですね、内ラジオに近いところにいてもある程度は足が溜まる可能性があるんですが、ただやっぱり馬によってはそういう荒れ馬場を気にしたりなんかして、得意じゃない馬なんかは自滅したりだとか、あとはそうですね、他の馬たちが外から動くタイミングによっては内の方に押し込まれて身動きが取れないとか、そういうこともありえますので、まあ、やっぱりいろいろとトリッキーな展開はあり得るかなっていうふうに思いますね。どの馬が逃げそうか逃げたそうかなんですが、フォーアマゾン、ファストフォース、ベステンダンク、この辺になると思いますね。で、まああんまりダッシュが速くない、まあファストフォースなんかはあんまりダッシュが速くなかったりしますし、ベステンダンクもそこまで速くはないかなっていうふうに思いますんで、フォーアマゾンの方がスタートさえ出ればダッシュは速い可能性はあるんですが、ただ前走なんか見ててもファストフォースは押し押して花を切ってたりしましたし、まあフォーアマゾンはどちらかというと2番手3番手からでも競馬できそうなイメージはあるので、そこで控えてっていう可能性はあるんですが、ただやっぱり2番手3番手に控えると技術面ですね、ジョッキーの技術面っていうところが響きやすくなってくるので、フォーアマゾンに関しても逃げた方が構想する確率は高まるかなっていうふうに思いますね。まあ、ばらける展開とかだったら比較的乗りやすいのかもしれないんですけれども。で、ファストフォースとかベステンダンクが逃げた場合、ちょっとやっぱ後半甘いところが出やすいというか、ファストフォースは戦2の方がいい馬ではありますので、戦4で一波乱伸びて多少甘くなる可能性があるということと、あとは、そうですね。さっきダッシュがあんまりつかないことが多いって言ってたのは、ちょっと肩があんまり強くないんですよね。ですから、前の書き込みっていう、前の動きっていうところで、加速がつくまでにスピードに乗り切れない時があったりなんかしますので、ということはコーナーから絡まれるとそういうようなところが欠点として出る可能性もありえますので、まああんまり先行馬有利というか、逃げ馬2番手、一体一体になるっていうようなパターンは考えにくいかなっていうふうに思ってますね。それでは右の方から一頭ずついきます。体勢ビジョン、体勢ビジョンは、まあ、調子崩してた時もあったんですが、まあ、前走の京阪杯あたりは少し復調気配でもありましたし、
右回りの方が得意な馬でもありますので、まあ、今回も引き続き右回りということで足さえ溜まればと思いますし、1400メートルの方がいいぐらいな馬なので条件はいいんですが、ただ内枠引きましたし、追い込み馬で内枠っていうのはちょっと外に出せるのかなっていう不安も出てきますし、まあ、かといってポジションを取りすぎると素足のキレが鈍るタイプでもありますので、まあ、どっかでばらけて真ん中どころ外に出せるっていうような競馬ができればっていうふうに思いますね。ですから、あの馬としては面白いんですが、ま、ジョッキーも超一流ジョッキーが乗ってるわけでもないですし、あの馬として面白い程度っていうような感じですね。星雲構成。星雲構成は、ま、さすがに筋肉の質が衰えたりだとか、まあ、衰えはあるんですけれども、ただ、現状の星雲構成としては、それなりにいい動きはしてますので、まあ、ワンペースな感じでしぶとさが生きればとは思うんですが、まあ、金層、構想した時なんか、キーンランドカップなんかは、まあ、札幌の1200メートルでもありましたし、だいぶレベルも低くて、その中でなだれ込んだだけなので、まあ、ちょっとこの条件になるとメリハリが足りないかなっていうような印象はありますね。フォーアマゾン。フォーアマゾンは、まあ、マイルチャンピオンシップは逃げたのは良かったんですけれども、ただ、ペースメイクが甘いですね。スローに落としてしまって、ラスト600ぐらいの競馬にしちゃったんですよね。そうなってくると瞬発力があるタイプに、部があるっていうような展開になっちゃいますので、フォーアマゾンはどちらかというと、ワンペースまとめて後続を苦しめなきゃいけないので、フォーアマゾンの逃げとしては、うまいペースメイクではないですし、マイルの流れを作れたかというと、マイルの流れも作れてない、マイルの G1 の流れを作れてなかったというところで、まあ、あまり何の得もないようなレース、フォーアマゾン自体も他の馬たちにとってもあまり得のないレースには、展開にはしちゃったかなというようなところはありますね。まあ、その辺はまだ若いジョッキーなんで変わっていってほしいんですけれども。で、そうですね。この馬に関してはやっぱりさっきも言った通り逃げた方がいいですね。ワンペース気味なところがありますので、まあ、直線ある程度しぶとく二枚腰使うようなしぶとさ、力強さもあるので、そういう流れに持ち込めればいいところはあるとは思うんですが、やっぱりファストフォースとか別戦ランクの存在が気になりますよね。そうなってくると控える形になった場合だと信頼性が 10%、20%、30% と下がっていくっていうところがあって、その辺はどうかなっていうふうに思うところありますね。ラウダシオン。ラウダシオンについては、まあ、この前については何度も喋ってきたんですが、本当に馬っぷりがいいんですけれども、ただ本質的に力強さが足りなくて、頼りないところがあるんで、まあ、あまりレベルが高くなりすぎると長く足が使えなかったりだとか、あとは、そうですね、体の使い方があんまり上手じゃないところがあって、タミが効かないような時もあるんですよね。ただ、調子のいい時で1004ぐらいだと、ベストに近い条件でもありますし、この馬右回り、最近走ってなかったんですけれども、右回りはもともと走ってた馬ですし、小倉2歳ステークスとかでも走ってましたし、新馬戦でも走ってましたし、右回りは問題ない馬ですし、追い切りの動きなんか見てても問題ないかなというような感じはありますので、さばきなんか見てても、今回だいぶ出来は良さそうだなというような感じがありますので、まあ、これぐらいのメンバーだったら全然勝ち負けできるかなというふうに思いますね。まあ、ちょっと直線の長くて、直線が長くて坂のある東京コースとかだと、直線足が持つのかなというような心配が出ちゃうんですが、右回りの内回りの阪神専用だったら、特に大きな問題は出ないかなっていうふうに思いますので、あんまりタフになると止まるんでしょうけれども、まあ、うまくためが効いて外に出すことができればっていうふうに思いますね。まあ、ただ、内枠引きましたんで、馬場の悪いところに押し込まれたりだとか、変に内の方に突っ込んじゃったりだとか、余計なことをした場合だと、能力は出せずに終わる可能性あるかなっていうふうに思いますね。デュープロセス。デュープロセスは、まあ、早熟気味で、結構活躍してた馬なんですけれども、まあ、今はやっぱり硬さが出てきまして、バネも落ちてるかなとは思うんですが、ただ、前走よりかはちょっと良くなってるかなっていうふうに思いますし、横山紀弘騎手をキープしたっていうことは、まあ、少し色気を持ってるのかなっていうふうに思いますので、前目からばらける展開でしぶとさを生かせればいい、もしくは後方から追い込む形で他が止まればっていうような程度では考えてますね。ファストフォース。ファストフォースは、まあ、さっきも言ったんですけれども、ちょっと肩があんまりボリュームないところが強くないところがあって、その分前後のバランスが取れてないので、スタートダッシュがつかない時があったりだとか、あとは緩急
がついた時にスッとペースが上げれないとか、そういう可能性はあるので、その辺の欠点が出るような展開やレースの質になるとどうかなとは思うんですが、まあ、ただスピードに乗ってしまえば後ろ足ですね、後肢ですね、後肢に頼るようなフットワークになるのは馬は当然なので、まあ、スピードに乗ると特に問題はないかなというふうに思いますので、まあ、その形で自分のしぶとさを生かせればとは思うんですが、まあ、ただやっぱり一波乱距離が長いっていうのと、まあ、他にも先行馬がいたりなんかしてどうかっていうところは多少ありますね。ダノンファンタジーはそうですね、前走は勝ったんですけれども、ただやっぱりゴール前で甘くなったりだとか、直線半ば以降しっかりと安定して走ってないところは、まあ、この辺なんかは中内田厩舎らしいというか、悪い意味でなんですけれども、追い出すと頭が高くなったり、あとはふわふわしちゃったりをするような馬がいて、まあ、単純にその空を使ったとかそういったことではなくて、まあ、こういうような感じの馬が多い厩舎なんですよね。で、ダノンファンタジーについても それをずっと指摘してきたんですけれども、で、まあ、今回の追い切りなんか見てたら大きな変化はないとは思うんですけれども、まあ、ただ、前走みたいにうまくいくかですね、他の馬たちがあんまり直線伸びなかったんで抜け出せたんですけれども、他の馬たちが伸びるもしくは粘り込むっていうような展開だと、ギリギリのところでふわふわして甘くなってっていうような感じが響く可能性はあるので、そこは不安なんですが、まあ、ただ藤岡祐介騎手が今回は乗るということで、まあ、川田騎手と遜色ないジョッキーでもありますし、道中の細かい丁寧なコンタクトということに関しては川田騎手よりも技術面は上なので、まあ、そういった意味ではいいところで足を止めてスッといいところで一瞬の足を使って抜け出すっていうような競馬ができれば十分チャンスあるかなっていうふうに思いますね。ベストアクターはそうですね、形はできてるんですが、やっぱ弱いところがあるんでしょうね。足先にガッと力が入らないんですよね。ですから、ずっとこういう状態が続いてますので、まあ、ガラッと変わる可能性は低いかなっていうふうに思いますんで、背面手応えが悪くなる可能性の方が高いかなっていうふうに見てますね。ベスト10ランクは、まあ、待機シャトル3区で、待機シャトル3区って馬体よく見えてもあんまりバネが足りなかったりだとか、瞬発力が足りなかったりするところがあるんで、まあ、この馬もそういうところはあるんですが、ただ、早めのスパートでワンペース気味に後半まとめるといい競馬してきたんですよね。ですからそういう競馬に持ち込めれば重賞でも好走したこともあるんですけれども、ただ年齢的に多少バネが落ちてるということもありますし、あとはそうですね、この馬、直線最後じり足っぽくなって甘くなるとはいえ、あんまりコーナーからつつかれたりだとか、コーナーからペース上げすぎると良くないタイプでもあるんですよね。どちらかというと直線の長いコースで、そこで隙をついて早めにっていうような競馬で構想してきたような感じがあるので、まあ京都の外回りなんかでもそういう競馬があったんですけれども、結構まともにコーナーから競馬しちゃうとどうかなっていうようなタイプなので、あんまり条件としては合わないかなとは思うんですが、ただ、1004っていう距離もいいですし、右回りもいいので、悪くはないかなっていうふうに思いますんで、ある範疇だとは思いますね。サウンドキアラは、そうですね、前走、マイルチャンピオンシップの時、出来が良さそうに見えたんですけれども、ただそういった中で先行しちゃったんですよね。まあ、この前に関しては、マイルチャンピオンシップの前にも行ったんですが、まともに競馬するとパワー負けしちゃったりするところがあるので、後方で足をために溜めて、直線伸ばすっていうような、そういったような腹をくくった乗り方なら構想する可能性があるっていうふうに言ってましたので、まあ、それと逆のことをしてしまうと凡走っていうのは当たり前なんですよね。それでマイルチャンピオンシップみたいに先行して足がたまらず止まるだけの競馬をしてしまうと、次のレースでもためが効かない可能性があるので、ここはちょっと加工してる可能性が高いかなとは思うんですが、ただ見た目的には気難しいところはあんま出てないですし、動きもそんなには悪くはないので、まあ、そういった意味ではためが効けば構想する可能性あると思いますし、専用になるということ、あとはメンバーが弱くなるということを考えると、この条件だったら多少ポジションを取っても足が溜まる可能性はあるっちゃあるので、まあ、そういった意味では連したぐらいの評価はしてもいいのかなっていうふうに思いますね。シバージは、まあ、前走の京阪杯は、まあ、ちょっとその中途半端に後位のポジションを取ってしまうと勢いつけて回れないところがあって、そのうちに直線の入り口で後続の馬たちが外からワッと来ちゃったっていうような感じなんですよね。
このシバージっていう馬は加速に時間がかかるので、なるべくもうちょっと下げて勢いつけて加速するっていうような形がベストなので、まあ今回はそういうような理想的な乗り方ができるかどうかっていうところだと思いますね。ただ前走あたりでも少し硬さが出てましたし、今回も少し硬いところがありますので、絶好調とまではいかないので、まあ、やっぱり他の馬たちが止まるとかいろいろ噛み合わないとっていうところがありますね。それと、まあ、このシバージはもともとダートも走ってましたし、僕はダートの方がいいかもなっていうふうに言ってきた馬なので、そういった意味ではまたダートに戻してみる、硬くなったからこそまたダートに戻してみるのは面白いかなっていうふうに思いますね。グレナディアガーズは、まあ、2歳チャンピオンで、まあ、スピードタイプで、で、あの、ハイペースでも早めっていうような競馬だったらいい競馬ができてたんですが、やっぱり使っていくうちに硬さが出てきたりだとか、あとはそうですね、中内打球車ですんで、まあ、ちょっと直線甘くなるっていうふうに、さっきのダノンファンタジーの時にも言ったんですが、まあ、そういうような追い出してふわふわしちゃったりするような気持ちが切れやすいところも出てきちゃってて、どうかなんですが、まあ、ただ、やっぱりクリスチャン・デムーロ騎手が怖いですよね。それと前走よりかは少し気配が上がってきてるかなっていうようなところはあるっちゃあるので、まあそういった意味ではあんまり評価を下げれない、消し切るということは難しいかなっていうような評価にはなりますね。右回りの専用はベストだと思いますね。アストラエンブレムは、まあ本当に2歳でしたっけ、3歳でしたっけ、早い段階から活躍してた馬で、まあ、本当にこの1000番になっても8歳になっても頑張ってるっていうのは偉い馬だなっていうふうに思いますね。で、とにかく気難しくて直線止まるっていうことが多かった馬なんですが、短距離で腹くくって最後方から直線勝負っていうような、そういったような競馬だと最後までしっかり伸びることが多くなってきてますし、ちょっとここに来てですね、躍動感が出てきたというか、今回の追い切りの気配だいぶいいですね。そのフラフラしそうだとか、なんか不安定さは感じるところはあるっちゃありますし、気難しいところはまだ多少残ってるんですけれども、まあ後方で足をために溜めて直線勝負大外っていうような形だったら、今回の出来だったらハマる可能性はあり得るかなっていうふうに思うんですが、まあただ基本的にはその前が止まってくれないとっていうふうに展開に左右されますね。大名富士は、もう本当、調子崩してますし、気象的にいやいや走ってるっていうような状況でもあるので、本当見ててかわいそうなぐらいですね。ケイデンスコールは、まあ、勢いあった時は本当にポンポンと構想してきたんですけれども、まあ、最近はちょっと硬さが出ちゃったりだとか、追い切りで動きが良くても、多分その、強い状況に耐えきれないのか、当日見てみるとあんまり良くないっていうような感じが続いてましたので、まあ今回はどうかなんですが、まあ極端に出来が悪いというわけでもないですし、右回りの専用っていうワンペース気味の競馬を使えるということはこの馬にとってはいいですし、多分条件としてはベストだと思いますので、まあそういった意味ではいいところでためが効けばとは思うんですが、まあただ、パドックの気配見るまではなかなか押し切ることもできない馬かなとは思いますね。ラビングアンサーは、まあ、とにかく破壊力のある馬で、まあ、アストラエンブレムとはタイプが違うんですが、後方で足をために溜めて直線大外っていうような感じだと大飛びでぐいぐい伸びてくるっていうような感じで、底力はあるタイプですね。まあ、ただ、とにかく大飛び不器用で、だいぶ展開に左右されるところがありますので、それがどうかなんですが、ただ、ためさえ聞けば、この馬は展開がどうであれ、自分の足は使うことが多い馬なので、勝負根性もある馬ですし、そういうようなハマり方をした時には、いいところがあるとは思うんですが、出来に関しては絶好調とまではいかないので、まあ、ハマればっていうような程度で考えてますね。ソングラインは、まあ、本当に馬が良くなりましたね。以前の華奢なイメージもなくなってきて、前走の富士ステークスなんかも順当な勝利だったかなっていうふうに思いますし、今回の追い切りなんか見てても迫力ありますね。キレもありますね。右回りがどうかなんですけれども、まあ追い切りを見た感じだとそこまで影響はないかなっていうふうに思いますし、1006とかだと腹くくった極端な競馬した方がいいかなっていうような感じになるんですが、1400メートルで右回りということになるとある程度ペースが流れてくれる可能性があるので、まあそういった意味では、比較的乗りやすい条件にはなるかなっていうふうに思いますね。ただ、やっぱり
あんまり外を回りすぎるとどうか、ためが効かないなっていうふうに思いますし、ポジション取りすぎて外回ったら自滅っていう可能性もあると思うので、まあ、中段ぐらいか、中段よりも後ろぐらいでうまく馬群の中に入れて、それで直線、まあ、打ち突きはダメなんですけれども、真ん中どころ、もしくは外っていうところで、ちょうどいいところで進路を取れた場合だと、このまましっかりと伸びてくる可能性が高いかなっていうふうに思いますね。それぐらい勢いがあります。ルークズネスト。ルークズネストは、この馬は、1004がベストとは思うんですけれども、ちょっと追い出してふわふわしちゃって甘くなるようなところがあるんですよね。まあ、しぶとさはあるんですが、あんまり器用じゃない印象はあるんですよね。というのは、左回りは比較的器用というか得意としてるんですけれども、右回りだと、なんか多少不器用さが出るというか、直線での加速とか、小足が使えないような印象があるので、伸びあぐねるようなレースが多いんですよね。ちょっとこの馬が難しいのは、左回りの東京コースとかだと直線が長いんで、ある程度直線での切れる足とかも必要となったりだとかすることが多いんで、まあそういった意味でちょっと瞬発力が足りなくて左回りだと微妙な感じになることが多くて、逆に右回りだと器用さがあんまり足りなくなるっていうような感じになっちゃうところがあって、まあそういった意味ではなかなか条件がベストというか、そうですね、いつでも信頼できるっていうようなタイプでもないんですよね。まあ、ただやっぱりルメール騎手なんで、その辺ある程度カバーできる可能性もありますし、右回りが全くダメというわけでもないので、まあ、いいところで足が溜まってっていうような、まあ、立ち回りでカバーできればとは思いますね。以上です。失礼します。